皆さんこんにちは。クライストコミュニティ牧師の大橋健一です。教会の一致というのはいつの時代においても課題なのでしょうか。エペソの教会でも語られていました。そしてこのピリピの教会でもそうです。人が集まれば十人十色、いろんな考え方があります。今日は9月9日、聖書箇所はピリピ人への手紙4章1節から7節。タイトルは主イエスにあるなら一つの心を抱いてください。8月の7日から9日に一つであることについて語られています。もう一度聞き直してみることもお勧めいたします。さて今日も御言葉から学んでまいりましょう。ピリピ人への手紙4章1節から7節。そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ、どうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち、ユーオデアに進め、スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスやその他の私の同労者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。キリスト教会の一致というのは、元を正せばキリスト者の一致がなければ成し得ないことでしょう。はじめにお知らせしたように、エペソ人への手紙を学んだ8月のリビングライフで、ちょうど私が取り上げた箇所でもありますので、ぜひ聞き返していただきたいと思います。そこで一つになって歩むようにと勧められて、一つになるために賜物が与えられていることを知りました。しかしそれだけでは一つになれません。賜物を生かして用いるときに、愛がなければ結び合わせられないということを学んだのです。愛は寛容であり、愛は柔和であると語られました。今日の箇所でもパウロはフィリピの兄弟姉妹たちに、愛し慕う兄弟たち、私の愛する人たちと愛することを強調しています。愛があるからこそフィリピの兄弟姉妹たちとパウロとは一致していくことができると伝えたかったのでしょう。さてそれでもフィリピの教会には一つの課題がありました。それがユーオデアとスントケという女性たちの不一致です。彼女たちがどのような点で一致できていなかったのかは定かではありません。教会の中での彼女たちの立場も定かではありません。ただ分かっていることは、彼女たちが福音を広めることにおいてパウロの力強い真の協力者であったということです。福
音を広めることにおいて一緒に戦ってきた同労者であったとパウロは言っています。にもかかわらず二人の間には一致がなかったのです。こんな公にピリピの教会で回覧されるような手紙におそらく実名で一致するようにと書かれているのですから相当なことがあったのだと思います。また彼女たちの不一致はパウロだけが知っていたのではなくピリピの兄弟姉妹たちもすでに知っていたからこそこの手紙に名前を挙げられているのでしょう。皆さん想像してみてください。宣教師が書いたニュースレターの中の祈りの課題にあなたと誰かの名前が実名で書かれ一致できるように祈ってくださいと書かれていたらきっとあなたは怒り狂うでしょう。と同時にこの福音の宣教においては一致できていた二人に対して一致するようにというメッセージがどれほど重要なことであったかということも表しているのでしょう。私たちも主にある兄弟姉妹と一致できないことがあるでしょうか。それは些細なことでしょうか。ある人から見れば些細なことかもしれないけれども当事者から見れば重要なことかもしれません。一致のないところには平安がないとも言えます。常に誰かの目を気にして一致のないところには対立が生まれます。時には妥協もしなければならない。心を一つにして平安な中で福音を広める働きに進めればよいのですがなかなかそれができないのです。パウロは7節でこう言いました。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。そうすればというのはどうすればでしょうか。どうすれば神の平安があるのでしょうか。平安は思い煩いが解決したら得られると思っていませんか。平安は喜びがある状況の中で得られると思っていませんか。平安は願い事が叶えば得られると思っていませんか。パウロはそうは言っていないのです。喜びなさいと言っています。それは喜べる状況ではないのだろうけれども喜びなさいと言っているのです。そこに平安があると。また思い煩わないでと言っているのは思い煩うことのある中で平安があると言っているのです。そして願い事が叶った時に平安があるのではなく願い事を知っていただいた時に平安があるのです。まだ願い事は叶っていなくてもです。主にあって心を一つにしてほしいことはもちろんパウロの願うところです。しかしたとえそうでなくても神の平安はあなたにあるのですから福音を広める働きをやめてはいけないということなのではないでしょうか。一致のない中では平安が得られない。私たちはそう単純に考えてしまいます。しかし一致のないところでも喜び感謝し祈りなさいと言われました。そうすれば神の平安が福音宣教の前進のために
あなたの心と思いを守ってくださると言われたのです。正直言ってとても複雑な心境です。しかし時は止まりません。天の御国が近づいている今、ただ前に向かって進むのです。たとえ一致のないところでも、喜び感謝し祈りを知っていただくことによって神の平安が与えられ、そして福音が広められていくためにです。お祈りしましょう。人のすべての考えに勝る平安を与えてくださる主よ、本当にあなたが与えようとしている平安は、今の私たちが置かれている状況では与えられないと考えてしまうものです。愚かな思いを捨て去って、ただあなたが命じられたように喜び思い煩いを捨て、感謝し祈るものとならせてください。そうして福音を広めるために一つ心にならせてくださって、あなたの平安のうちに宣教の技に励んでいけますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。